じゃん。最近どうしても欲しいものがあるかないかです。それでは、はい、札を上げてください。どうぞ。お、あ、いや、チェルミコさん全滅です。チェルミコ全滅しました。Z 世代全滅です。いや、はい、ちょ、どうしてもかって、いや、どうしてもじゃないなって思って、真面目に向き合った結果、ちょっと欲しいものはある。まあ、ちょっとぐらいだったら、はい、チェルミコは何が好きな人なの？何が欲しいなって普段思う人なんですか？今どうしてもじゃないけど、今はダイソンの掃除機欲しいっすね。ああ欲しいっちゃ欲しい、欲しいっちゃ欲しいかな。なるほど ね、まあ、そうね、軽いしね、軽いし、バッタラシアすごいしね、吸引力すごいみたいでね、すごいですからね、はい、でも別にどうしてもってわけじゃない。どうしてもではないかな。どうしてもってわけじゃないけど、やや欲しい、やや欲しい。二人ともダイソン、レイチェルは、あの傘が欲しくて、まあ、でも手に入るかっていう、うん、どうしてほどでも、うん、まあ、え、こんな晴れてる日に傘が欲しいの。井上陽水や、そんなのも本当に。ねえ、なかなかね、雨降ってる時だとこう家から出て傘持ってない状態で出て買いに行かなきゃいけないから、晴れてる時に買っときたいんですけど、いいね、そうなんですよ。なかなか、でもどうしてもって、まあ、どうしてもじゃないかな。花芽さん一人だけ罰ですからね。本当ですよ。まつりさんだけ、まつりちゃん、私だけでしたね。もう全然、え、意外と物欲ないんですか？なんか今あんまり欲しいものなくて、大体買った、なんか買わなきゃいけないものはあるなって思ったんですけど、どうしても欲しいってなるとちょっとないかなって。逆にどうしてもこれ欲しいってやつがあったら、花火の中ではあると、どうですか、な、何が。私たち、あの、海外によくライブに行くんですけど、す、ね、うん、あの、海外中の洗濯が困ってしまって、洗濯ができる本当にちっちゃいもの、なんか洗濯機があるんですよ。あ、持ち運び用の、持ち運び用の洗濯機があって、下着とか靴下とかそういうので洗えるんですよ。そうなんです。ちょっと脱水機能が弱いみたいで、うん、強いやつがもしあれば欲しいなっていう気持ちです。海外に持ってく洗濯機が欲しい、はい。これはすごいです、ね、海外に行くときに洗濯機持ってく人いないですか、別に。ねえ、持っていけるんですか。それぐらい、電池で、サイズはどれぐらいなんですか。折りたためて、折りたため、ちっちゃくなるんですよ。どういうこと。そんなんあるんですね。スーツケースに入れられるぐらい。どういうこと、何言ってましたの。折りたたみ、大丈夫ですよ。それ洗濯機じゃないですよ、それ洗濯です。自分で袋に入れてジャバジャバジャバ。これは洗濯です。洗濯人です。あ、逆に佐々木さんとか、な、何が欲しいんですか。やば。ちょっと来るでしょこの流れで。いや、そんな、ちょっとなんていうか、この人尖ってると思われたいのかなみたいな答え今から言いますけど、誰も本当に本当のこと言いますよ、本当のこと言ったら、なんか次の録音しようと思ってるのが、なんかもう普通のスタジオ撮るの面白くないかもって今思ってて、牧場とか山の中とか、そういうとこで撮りたいなと思ったんですよ。で、いろんなの調べてたら、山の中の一軒家が220万円だったんですよね。だから220万円欲しいっていう、ちょっとわかります。あの、絶対あのレコーディングするときってロケーションってありますよね。15年 やってきちゃったんで、まあ、スタジオ好きですよ、好きだけど、本当のこと言ったら飽きてるんですよね。ああ、だからあんま意味ないって分かってるけど、意味ないことしたくて、そのっていう、意味ないことのために220万欲しいっていう。いや、無駄なことは一個もないんですけど、横にいる伊勢代さんがずっとチッて顔してるんですけど、なんか、いや、そんなことないんですけど、この意見聞いてどう思いましたか。はい、いや、でも牧場で撮りたい、牧場、あり得るかなっていう可能性はゼロじゃない。そうっすね。いや、佐々木についていくにはそれぐらいの精神じゃないと。いつも苦労かけてるみたいな。すみません。でもなんかドラムとか叩いてて、ブレイクでなんかもうとかめーとか。え、よくないっす。動物込みですか。いや、めっちゃ可愛いなと思って。あー、でも絶対テンション上がるし、きっとまた行くとそういった曲なんでしょうね。ね、だってブレイクで無音の曲もういっぱいあるんだから、うんうん、ブレイクでね、もうぐらいのことあった方がなんか。でもう、そう、もう歌詞が決まってくると思うんですけどね。教えておじいさんとかそんな感じの。ねえ、千秋ちゃん、はい、私は数字が欲しいです。面白いですね。面白いね、あなた最後にしてよかったわ。
確かに、あそうですね、あそうだよ、よかった、いや、やっぱ再生回数とかストリーミングとか、そう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 、っやっぱ数字でね、評価される世界なんだって、あの、気づいちゃって、気づいちゃったんですね、そう、あの、最近そう海外のフェスとかに出たりして、はい、おい、千秋、あの、日本ではどれぐらい有名なんだよって聞かれて、はいはい、いや私ね、街とか歩いたら1万人ぐらい寄ってきちゃってさって、めちゃ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 嘘ついてる、嘘ついてるね、そう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 、で、オーマイガーって言われて、ちょっとビールおごってあげるよみたいな下りを何回もやってしまって、やべえと思ってるんで、それ本人が悪いですね確かに、別にそこまで嘘つく必要ないですもんね、街歩いて1万人ってロッキーじゃないんだからそんな来ませんよ、そんなすげえ人、あの、顔バレしちゃってやばいんだよとか嘘ついてるんで、あの、早く辻褄合わせしないといけない、急ぎで数字が欲しいです、ちゃんとあのここからリサーチにも入ってもらおうと、あそうですね、せっかくなら、はい、リサさんにも参加してもらいましょうよ、はい、ごめん、ちなみにさ、リサーチ欲しいもんあんの、まだほとんどのもの手に入れたじゃん確かに、地位を名誉もやめてよ、そうやってそういう人みたいに扱うのやめてくださいよ、それはピコ太郎さんでしょ、ピコ太郎全然今バイトしてるんだから老人の前髪切ってんすよね今日はね、私本当に1日の中で髪の毛を乾かす時間が本当に嫌いなんです、へー、だから一瞬で乾くドライヤー、でもダイソンはいいよね、なんで急にしたんすか、いやもうこうやってやるのが嫌なんですよ、この動きがっすよね、そうです、持ってんのがめちゃくちゃ重たくないですか、で、髪の毛が長くなればなるほど時間がかかるじゃないですか、はい、で髪の毛を染めてれば染めているほど乾きづらいですよね、そうなんですよ、そうなんですよ、え、そうなの、染まってると乾かないの、全然、30分くらいかかります、絶対かかるよね、本当にめちゃめちゃかかります、そう、もうそれがめちゃくちゃ嫌いなんで、はい、パンって入ったらパンって乾くやつが欲しいです、まあそれはないですねねえ、パンパンはなかなかねプール入る時の除菌の時みたいにあのスパンってやったらパンって乾いてる部屋が欲しいです、部屋が欲しい、はい、はい、次行きましょう、はい、すごいね、これだけで5時間ぐらいいけそうなので欲しいものだけでね、じゃあ行きますよ、はい、じゃじゃん、ルーミック出演時に、小坂さんの喋りの勢いに圧倒されたことがある、おお。僕はあんまり喋りませんよ早い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 早